中世の神学校の図書館。チェコプラ・ハストラホーフ修道院協会図書館の意味は二つある。一つは、文字通り教会内に設置された図書館。もう一つは、教会学校、神学校内に設置された図書館である。似た言葉に、教区図書館というものがある。教会内に設置される図書館は、教会利用者を対象にしており、ボランティアが運営するケースが、 一般的である。開館日は日曜日などの礼拝日に設定され、宗教書等の貸し出しによって、宗教に対する信者の理解を深めることを目的と、するが、娯楽に供する図書を扱うなど、ある種、公共図書館としての機能も備え持つ。歴史として、中世西,西ヨーロッパ、近世西,西ヨーロッパにおいては、図書館サービスの中心になった図書館である。本の多くは、 用皮紙である。さらに鎖につながれていた。これは本が貴重であることを示している。したがって基本は閉鎖式図書館である。聖アウグスティヌス会や聖ベネディクト会の修道院図書館が特に有名である。修道院では祈り、働けのスローガンのもと、写本作りが義務化していたからである。修道院付属学校や、 司教座制度を付属学校はやがて職能教育が行われるようになり、大学の母体になっていく。中世、西欧における大学は、進学と図書館と修道院がセットになっていく。中世紀における修道院図書館や教会図書館は、蔵書冊数は本が貴重であったこともあり、500冊程度であったとも言われている。修道院図書館は、近世紀に、 宗教改革と絶対王政の進行により、修道院と共に衰退するが、現在でも現存し、教会や修道院にとってなくてはならないものになっている。現在の教会図書館はよほど大きな教会でない。限り、書籍コーナーはあれど、図書館や図書室はない状況である。教会図書館がある場合は、教会内に聖書、関係書籍、 参加などが置かれているといった形である。神学校図書館などは規模は短大図書館並みの規模を誇るのが普通である。神学校にはなくてはならないものである。ありがとうございます。